いとしん TV イエイエイラジオ。どうも、いとしん TV 伊藤慎吾です。ヨメピーです。アマチュア将棋女子藤田葵です。イエイエイイエイエイ始まりました。今回、はい、初ゲスト、はい、藤田葵さんに来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。緊張してます。はい、ちょっとね初ゲストで緊張しております。はい、そうですね。後でね、あの藤田さんにいろいろ質問していきたいので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。じゃあまずはあの最近の将棋界のトピックからはいいきたいと思います。はい、では注目の対局結果からお願いします。はい、棋王戦、はい、第1局が行われまして、渡辺棋王対糸谷八段の将棋、1局目糸谷さんが先勝しました。はい、お糸谷さんね、あの、うん、スイーツ男子なんていうのね、はい、甘いものにも詳しいんですよ。うん、そのぐらいの情報しかないです。めちゃくちゃ早指しなイメージありますね、私。そうなんですよ、全部早いんですよ。あの、喋るのも早いし、頭の回転も早いし、ね、将棋指すのも早いんですよ。はい、だからね、ツボにはまったらとんでもないことになりますね、糸谷さん。うん、じゃあバシッと決まっちゃったわけなんですね、今回。そうですね、はい、あの玉さばき有名なんですよね、糸谷さん。はい、糸谷玉って言われるぐらいですね。そうなんですよ、中段に玉が泳いでね、うん、もう絶対捕まらないの。へ、空中要塞すごい。糸谷八段ね、先勝しましたから、はい、しかも後手番でね、はい、ああ、うん、有利だと言われる先手番ではなくて、後手番の第1回って、勝利を収めると、うん。しかも渡辺棋王ね、はい、先手番すごい得意なんですよ。お、勝率ものすごい高いんですよ。うんうん、そこでね、ブレイクしましたから、糸谷さん、はい、2局目以降期待できますよ。こちらは何勝すると決定ですか？棋王戦は5番勝負ですね。5番勝負。じゃあ3回勝った方が勝ち決定ですね。はい、だからもう2勝2敗でいいというね。はい、はい、ネガティブな感じだけど。なるほど。次勝てば、次勝てばもうリーチです。はい、なるほど、わかりました、うん、といった感じです。はい、はい、じゃあ続いての対局は、はい、女流名人戦第3局というのが行われまして、はい、里見香奈名人に、加藤桃子女流三段が挑戦するというシリーズで、はい、3局目里見さん勝ちまして、はい、3連勝で防衛となりました。おめでとうございます。強い、うん、圧倒的ですね、やっぱり。強いよ、本当に。あの藤田さんも振り飛車刺されますよね。はい、そうなんです。はい、あの里見さん中飛車すごい得意なんで、いいかもしれないですね。あの里見先生の棋譜は私よく本当に並べますね。そうなんですね、すごい。うん、やっぱお手本、すごくお手本になる棋譜だなっていうのは毎回思いますね。うん、最近里見さんは本当序盤が洗練されてきてて、はい、まあ、自分なんかより生意気なんですけど、ええ、洗練されてきてて、はい、居飛車も対居飛車もうまいし、相振り飛車もうまいんですよ。へ、あの里見流みたいなね、はい、そういう指し方がたくさんあるんですよね。独自の指し方、ね、はい、優秀な指し方いっぱいあるんで、うん、結構棋譜チェックして、ね、損はないと思いますね。うん、知ってますよ、エピさん、里見さん知ってますよ。もちろん。最近とんでもない記録生まれたんですよ。とんでもない記録？あの、はい、女流棋戦のタイトル獲得数が同率で並んだんですよ、うん、清水さんと。おお、清水一郎さんと。そうです、あの清水さんの時代とね、ええ、今の時代とではタイトルの数全く違うんですよ。うん、うん、だから一概にね、その獲得数が多いとか少ないとかで比較できないんだけど、うん、それでもやっぱりもう清水さんに並びましたから、うん、里見さんこれからも多分たくさん取ると思いますんでね、はい、記録がどん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 上積みされていくんじゃないかと思います。今正直言って、はい、里見さんと西山さんの時代ですね。はい、はい、そこに女流棋士ね、うん、誰が食い込んでいくかっていう、はい、ところで、でまあ女流棋士ってないんですけど、三段ね、奨励会三段の中さんもいますし、うん、で今ね、あの山根琴美さんもものすごい連勝してるんですよ。ああ、うんうん、そうですね、うん、連勝記録伸ばしてますから、はい、いろんな方に注目していただいて、はい、白霊戦ありますからね、うん、いろんな相乗効果で奨励会盛り上がっております。はい、うんうん、目が離せないですね。はい、はい、最後に聞かせてもらっていいですか。はい、藤田さん、あの女流棋士の方で注目されてる方とかいます？ああ、好きな方とか。そうですね、いや、もう本当、私も本当
なんか色女流棋戦とかすごいチェックするんですけど、はい、特に見るのは私渡辺真奈先生がすごい好きで。おお、色紙持ってらっしゃるんですよね。あ、そうなんです、そうなんですなんで読みさんそんな詳しいんですか動画で拝見しますじゃーん、はい、これすごい達筆じゃないですかこれ、うん、なんて書いてあるのわかんない。斧を磨いて針を作る、マフ作新。お、マフ作新、なるほど。斧で針を作るように己を研鑽しなさいっていう意味らしいです。やっぱ練習してる時間が大事ってことですね。ね、そうそうですね。そうだね。真奈先生、その横浜の方のイベントとかにもその来てくださったことがあって、はい、で私もお話たくさんさせていただいて、うん、個人的にはすごく応援してる棋士の、はい、女性の棋士の方の一人ですね。あの LPSA 所属の方なんですよね、渡辺さん。まあ、あ、そうそうですね。うん、LPSA 島井先生と一緒で。あ、そうですそうです。エースですよね。タイトルも獲得されてますし。あ、そっか。うん、女流多い。うんうん。要チェックですよね。はい。うん。2ですね、やっぱり。あんなになんか将棋が強いのに、すごく、なんかちょっと天然なところがまた可愛いっていう。そういう一面もあるし、明るいしね。はい、あ、そうそうです。ファンも大事にするし。はい。交流を大事にしてるんですね。そうです。注目の対局結果は以上となりますね、はい、以上となります、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。改めまして本日のゲストです。藤田葵さんに来ていただきました。よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。よいしょありがとうございます藤田さん、はい、で自他ともに認める将棋女子ですけどね、うん、やっぱりハマったきっかけっていうかなんかあるんですか、そういったところは。あ、そうですね、もともとちっちゃい時にぼんやりそのお父さんとちょっと将棋のルールだけ教えてもらったっていうのあったんですけど、はいはい、本当に20代後半まで全く将棋と縁のない生活をしていて、まあ、もうでちょうど3年前ぐらいに、まあ、たまたまそのインターネットでネットサーフィンをしていたら、NHK 杯の動画、テレビ動画があったんですよ、その YouTube に。でそれがちょっとすごいコアなんですけど、1989年の羽生先生と加藤一二三先生の伝説の5二銀2だわ分かんない方ちょっとあれかもしれないんですけど、いやもうねみんなわかると思う。私はちょっとわかんないんですけど。わかんないの？あの将棋ごめんなさい、マニアックな話ですけど。 T シャツのやつ。そう、 T シャツのやつ。僕その T シャツ持ってましたからね。あ、本当ですか。いや、お友達がその盤面を T シャツに焼いてくれたのをくれて。神じゃないですか、欲しい。そうなんです私も欲しい、それで、その時にまあ、将棋やってるなっていうのはあったんですけど、解説が米長先生と、はい、あと永井先生、まあ、そうですね、永井さんですけど、はい、そこの解説の家系がすごく面白くて、で、なんか将棋なのに、なんだろう、ちょっとスポーツ観戦じゃないですけど、なんかもう一手一手で結構本当にその米長さんとかがすごい反応して、お、これはやったとか、これはこうだって、すごく、なんだろう、臨場感のある感じにすごくなんかその時は惹かれて、で、あ、将棋面白そうだなと思ったのがまず始まりでしたね。当時はね、珍しかったんですよ、ああいう面白い解説っていうのはね、へぇ、うん、本当に一部の人の方、もっとなんか真面目な感じですもん、他の動画とかも。そうですね、やっぱりかっちりした。今はもうアベマ TV さんと ね、ありますから。そうです、ね、楽しい方いっぱいいますけど、うん、当時はね、少なかったんですね。米長先生はファンサービスがね、とても素晴らしい方なんで、ちょっと大げさにね、やった部分もあったと思うんですけど、はい、うん、あれは本当伝説のね、番組ですよね。すごいとこから入りますよね、うん、そうなかなか見ようって、そこって言われますね、そこなの。それからじゃあ見る将になって、はいはい、棋士の将棋を見るようになったりとか、棋士を覚えたりとかするようになったんですか。そうなんです。でそこでちょっとまず興味を持って、うん、でそこからニコニコ動画が当時すごく、はい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 、テレビじゃない、将棋の番組すごくやってらっしゃって、うん、でそこでプロの先生とかの掛け合いだったり対局とかっていうのをすごく見るようになって、で仕事の合間とかに割とその将棋の観戦だったりっていうのをだんだんそれが日常化していって、はい、ああなんかすごい楽しいなみたいな、面白いなっていうのがすごくきっかけであったんですよね。けど、いつしか自分も指すようになるわけじゃないですか。そのね、ね、切り替えっていうかね、いざ、うん、将棋盤を買ってこようっていうね、何、うん、でしょうかね、意外に重い腰だと思うんですけど、うん、どう、なんだろう、最初、指してみようかな、みたいな軽い感じだったんですか。そうなんです。ただ、私すごく思ったのが、その時に、すごくリアルな、はい、なんか体感で思ったのが、その、将棋すごく興味があって、はい、で、まあ、ルールも多少おぼろげには覚えてるんだけど、うん、実際になんかその将棋を勉強する場所ってどこっていう
で、場所がないじゃんって話でもう、まあ見るのは好きだけど、ちゃんと学べるとこってどこにあるんだろうとか、いろいろネットとかでも調べたんですけど、まあなかなか、その時はね、多分探すのがそんな上手くなくて、実際になんかもっと習い事のイメージで、なんかその、なんて言えばいいんですかね。今だとまあ将棋教室とか探せばあるんですけど、なんかもっと資格としてそういう将棋の勉強かっつりできるとこがないのかなとか、いろいろ探してはいたんですけど。資格すごいね。なかなかないというか、まあちょっとあんまり自分のイメージとはちょっと違ったりとかしてて、で、どうしようかなと思ってた矢先に、ちょうど私が住んでる横浜の、その、道場、横浜のその自分の住んでる家の近くに、その将棋道場ができますっていう、サロンができ、今もなくなっちゃったんですけど、横浜にちょっと将棋サロンがその時にできて、その時のなんか関主さんなんかが、まあ女性でちょっと将棋指すの珍しいから、あ、じゃあ、別に、じゃあ、ちょっと勉強とか一緒にするっていうふうに言っていただいて、で、そこから、実は、その、私その時芸能活動もやってて、まあ今もやってるんですけど、はい、まあツイッターやってたんですね。で、そのツイッターを、まあ、じゃあ、ちょっとうちの宣伝してくれたりとかするんだったら、ちょっとじゃあ、いろいろ拡散とかして、ちょっとイベントみたいにやらないって言われて、で、そこで、まあ、ちょっとここで勉強してますっていうのをツイッターで発信するようになったら、なんかいろいろファンの方がついてくださってっていうのが始まりだったんですね。じゃあ、そこから少しそう覚えてって感じですか？ああ、そうですね。ね、最初の頃は、でも周りの人が、私だって多分、初めて2ヶ月とか、まだ2桁級とか、まあ、ギリ1桁あるかぐらいの気力だったんですけど、周りの方がもうなんか4、5段とか、3段から5段の間にね、ね、なんか同じぐらいの気力の人が本当いなくて、で、平手でボコボコにされるんですよ。いや、そりゃそうですよ。そう。4、5段勝てないですよ。今も勝てないんですけど、その時も全然もちろん勝てなくて、なんだこれはってなって、悔しいってなって、そこから猛勉強を始めたのが結構きっかけだったかもしれないですね。けど最初にね、そういう、いいね、教えてくれる人がいて、よかったですね。たくさん周りにいて。いろいろ、まあ、その、まあ、女性がやっぱ少ないからっていうので、いろいろサポートしてくれた方もやっぱ他にいらっしゃったりとかして。で、そこから本当に、まあ、将棋女子っていう話も、最初はね、本当に、私も一将棋ファンとしてってことで、特にそういう自分は将棋女子だっていう意識とかも全然なかったんですけど、周りの方とかがそうやって、まあ、女性で少ないし、いろいろ発信してくださるから、まあ、将棋女子だねっていうふうにいろいろ認知していただいてっていうのが、結構だんだん広まってって今に至る感じですかね。はい。で、今、その将棋を指す将を始めてどのくらいですか？指す将はね、今2年目ですね。あ、2年目ですか。2年半か。で、今年の、夏で3年目になります。はい。それで今、将棋王座どのくらいなんですか？将棋王座今、初段ですね、と。初段ね。すごいよ、ね。初段の壁行ってるじゃないですか。よよぴさんが目指してる。いやもう、でも全然、エセ初段ですもん。全然もうなんか納得いかないです、自分で。こんな初段じゃない、私。すごいよ。もっとなんか、手が見えるようになりたいっていう。すごいよね。ね。初段行ったらもう世界変わるから。といつも言ってるんですけど、見える世界変わってきますから。だって勉強量がすごいですもんね。ねえ、なんかいろいろ動画拝見したら、作業用見ましたよ、もう。あれだけ勉強してるんだと思って頭が下がりました、こちら。本当、あ、いやいや、あれもでも本当そうですね。まあちょっと撮るようにな、30分ぐらい撮ったんですけど、だいたい一日ちゃんと時間が空いたときは、あれが多分5時間か6時間ぐらいずっと打ってだって、詰将棋の方一日中解いてたみたいなことおっしゃったから、一日中と思って。そうですね。寄せの手筋丸一日とか、台風の日に朝の10時から夜の7時までずっと寄せの手筋解いてて。ちょっと待ってよ、ステイホームの鏡じゃん。プロ棋士並みの勉強量。プロ棋士並みだよ、本当に。別のプロ棋士の方にもなんか言われた気がする。ねえ。なんか人生大丈夫っていうのは心配されます。ちょっと他のことに人生使った方がいいよね。いや。心配される。本当だよ、すごいよ。絶対それだけやってたら何かに結びつきますよ。あ、もうそう言っていただいて。ねえ。うん。だからこそ、でもね、真剣に将棋の実況をやってらっしゃるってことなんですよね。それだけ勉強しつつ、だって、ね、配信もして。あ、もう1年経たれるんですよね、もうちょっとで。あ、そうなんです。今月末でちょうど1年になりますね、YouTube 解説して。おー、1年。実況開始して1年。そうです、そうです、YouTube の。はい。もうね、いや、僕らは一応プロなんで、喋、りながらいることもできるんですけど、普通にできてるじゃないですか。将棋を指しながら。もう自分のアーガイブとか見返すの嫌ですよ。
もう寄付がゴミすぎてもう。いやいやいや、そんなことないよ。いや、すごいね。うん。いや、ついついね、黙り込んじゃうんですよね、我々も。そりゃそうですよ、ね。うん。あ、でもわかります。そうですね。ね、いや、見てくださる方いるから、うん、何か喋んないとっていうのあるじゃないですか。でもみんな楽しんでますもん ね、チャットとかも。そう。いとしん TV によく来てる面々が、もうよく、そうそう、かぶってるって。いるんでね。もう仲良くしてください、本当に。本当にありがとうございます。そうなんです。あの人もこの人も。そうそうそう。私もあの、リアルタイムで、そうなんで、よくあの、いとしん TV の、その、あの、ライブ、あの、うん、ライブをすごくよく見るんですけど、はい、なんかもう唐突に私の名前とかが出てきて、すごい見てるって。みんな見てる。この人リスナーさんだって。そう。嬉し恥ずかしな感じですね。こうしてね、うん、本当に出てもらえることなんて光栄ですよね。ありがたいよね。いっぱいね、だって裾野がこんな広がるっていうのは、やっぱこうやっていろいろ活動してくださってる方がいるっていうことでね。あ、もう、いとしん TV は本当にもう私も YouTube 始める前からずっともう拝見させていただいていて。あ、マジっすか。ありがとうございます。いや、本当にもう、それでね、やっぱ今でこそいろいろね、将棋のプロの先生の YouTuber ってたくさんいらっしゃるけど、やっぱすごい先駆者じゃないですか。最初の方に始められて、ね、やっぱりすごく斬新だったし、プロの先生が実際に動画で見てる、そういう解説をしてくれるってすごくやっぱありがたいなと思った部分があったので、うん、確かに ね、これでね、うん、知名度上がりましたね。あ、うん、ほぼ無名だったので。ほぼ無名のね、無名の中堅。そうそう。無名の中堅が、ちょっとだけね、ちょっとだけ、ね、認知されました。いやいや、もう、人狼やってる人しかね、知らなかったのに。人狼が好きな将棋士っていう感じね。そうなんだよね。なんかでも、動画で将棋をやっている男性は、なんか、真面目な人が多くてとか。あ、そういう話したらいいんですか、そういうのはちょっと。大丈夫なんですか、そういう男性の話聞いても。あ、いいです、いいです。ちょっとそれは事務所的にみたいな、そういうの。あ、事務所的に。女性がいらっしゃるから大丈夫。客観的に見てください。UMP さん判断大丈夫。本当にね。え、でも、やっぱりお付き合いするんだったら、将棋が強い人の方がいいんですか？強い人っていうよりかは、うん。なんで？え？なんでドキドキしてる？いや、じゃあ、男性将棋ファンとしてね。うん。一員として。そうですね。そうですね。どっちかというと、その、将棋何も知らないっていう人よりかは、なんかやっぱ触れてた方がいいですよね、絶対に。うん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 。チャンスあるぞ、みんな！チャンスあるぞ！この番組を見てみんな。腕を磨くんだ、とにかく。あとやっぱ強い人、やっぱ強い人は尊敬もできるし、うんうん、うん。だからその、自分がやっぱこれだけどっぷり使っちゃってる部分があるので、はいはいはい、なんかそれをが全部、多分、例えばね、そのお付き合いしてる男性とかが何にも知らなくて、それを話せないっていうのはちょっと辛いかなって。そうですよね。確かに。自分に夢中になってるものがあるのに全く関心がないとね、そうそうそう、一緒にいられないですもんね。あ、そう、本当 4AP さんのおっしゃる通り。じゃあすごく強くなくてもいいけど、うん、将棋界のね、見る将的な存在の方がいいという。ああ、記録は本当は問わないけど、うん、全然やっぱ触れていただくれた方が嬉しいかなっていうのはありますよね。じゃあもう一緒に A 級順位戦最終日見たりとか、あ、タイトル戦見たりとか、いい す、ね、すごいですね、それ夢なんか ね、いいよね。指す将専門よりは見る将持ってる人の方がお付き合いしやすそうですね。うん、そうですね。やっぱでも、ね、将棋界の話できる方が絶対に、うんうんうん、なんか私もね、その、うん、こう今こういうことあるねとかやっぱ話せるから、はい、絶対そっちの方が楽しいかなって思います、ね。知ってる方がいいって言ってくれてる、ちょっと、ねね、安心しました、本当に。そうですか。知らない人がいいって言うとね。うんしょんぼりしちゃうね、みんな、ね。うん、みんなさ、みたいな。そう、もうこれ見に来てる段階で NG だわ、みたいな、ね。そうそうそう。そうです。よかったね、うん。よかった。助かりました。よかったねって何目線だみんなのお母さんみたいになっちゃって、今。うん、チャンスあります。あとは？対局をチェックする好きな棋士はっていうのなんですけど、あ、うん。この人の将棋は見ますとか、この人がアベマデスタル見ますとか、うんうん、そういうのありますか？あ、でもやっぱそのアベマトーナメント、私もやっぱ振り飛車指すので、そのもうやっぱ勉強の一環でやっぱチーム久保先生のあのアメーバトーナメントは振り飛車でね。チーム久保は、うん、久保さんと菅井さんと今泉さんですね。あ、そうですそうです。はいはいはい、すごくやっぱ白熱した。あとはやっぱその何ですかね、その
アメーバトーナメントってやっぱそのチーム、初めてのなんかそのプロの先生のチーム戦とかだったんで、そのチームのなんかその控室とかでのやりとりとか、あ、かその仲良しとか距離感とかをすごくリアルタイムで見れたのがすごく楽しかったなっていう、ね、うん。あのね、裏側も楽しいですよね。うんうん。で、そうです。あとはそう、やっぱりでも、自分が振り飛車指すので、その女流棋戦だったりとか、あとはやっぱその菅井先生とか久保先生とかの、やっぱその振り飛車の棋譜っていうのをちょっと見たいなっていうのでチェックしたりはしますね。うん、あと、ちょっとあの、全然か、ちょっと逸れちゃうんですけど、はい、あの、今月の将棋世界にあの、伊藤先生とあの、森内先生の対局棋譜があって、お早繰り銀の、それ、今日並べてきました。将棋世界。並べてきました。3月号ですね。すごい。あの棋譜を、はい、あの早繰り銀の棋譜ですごい快勝譜で伊藤先生のすごいほんまもんや、ね、そうそうそう、で振り飛車党なんですけど、ちょっとたまたま今月がその早く居飛車特集だったんで、ちょっと並べさせていただきました。あのね、選んでくれたのはね、金井さんなんですよ。あ、そうなんですか。そう、あの金井さんね、同じ日に四段昇段したんですよ。あ、じゃあもう窮地の中、はい、ズブズブです。言い方、本当だ本当だ。もう選曲書いてある。一緒にね、研究会とか VS をしてるんですよね。はい、うん、金井さんと、うん。なんか女性の将棋ファン指す賞とかをもっとたくさん増やしていくには、増やしたい。どうしたらいいかなとかって何かアイデアありますか？うんうんうん、そうですね。私もその YouTube の今チャンネルとかでも、その女性をねもっと増やしたいっていうのはちょっと軸でやってる部分があって。おー、マジっすか。でもね、やっぱりその自分もずっとやっ、ちょっとね、2、3年すごいずっと指す将の勉強してたからわかるんですけど、うん、やっぱその男性比率がまず多い。圧倒的に。下手したら91とか82ぐらい。うちのチャンネルは、そう。97% です。男性です。ですよね。私も 99% 男性です。おぉ1% は多分うちのチームメイトとか友達なんじゃないかな。身内が見てるっていう。うん、そうそうそう。だから本当少ないっていうのと、あとその将棋ってやっぱそのなんだろう、ゲームの特性柄やっぱりなんだろう、もう男性のというかもうなんか争うゲームだから、まあ、盤上で戦いですからね。戦いじゃないです。だからやっぱその女性の本能的にはやっぱちょっと取っかかりが難しい部分があるのかなっていう。あとはやっぱ、周りに女性がいないとね、ああ、女性少ないんだったらってちょっと引いちゃう部分もあるし。ああ、そうなんですよね。入り込むまでがね。うん、難しいよね。うん、私とかもその結構ぶっこんで一人で将棋道場とか一人で行ったりとかしてたんですけど、それがすごい。やっぱね、当たりが強くて、動画とかでも話してるんですけど、なんか女の子なのにどうして将棋やってるのとか、うん、弱いんだから別に来なくていいよとか。ひどい。そんなことあります鬼のセリフや。一緒に、だからもう、その人が多分もう有段とかで、で、こっちがもう級位者の下の方だから、いやもうなんか刺したくないみたいな。待ってよ、違うじゃんそこは。うん、とかね。嫁ピーさん泣いちゃいますよ、そんな言われたらね。いや、わざわざ私がなんかわざと過酷な環境に行っちゃったのも悪いかもしれないですけど。それでめげないで続けてるってのが本当すごいですね。ほんとだよ。もう立派な将棋王子初段ですから ね。素晴らしいです。でも本当最近はでもやっぱ自分が配信してね、やっぱ少しずつなんか多くの人の方にね、ちょっと見てもらえる機会っていうのがやっぱ以前よりもかなり増えたので、はい、なんか本当なんかいい内容の将棋指したいなと思いつつも、なんかもう志が高いんだよ、緊張して全然いい手させないみたいな。いい棋譜残したいってね、いい本当にプロ。サバンナ高橋さんしか聞かないよね、それ、その言葉。サバンナさんだ、うん。勝ちたいとかじゃないって言ったら、ね。そうそうそう。いい棋譜を残したいんです。いい棋譜を残したい。勝ちたいのもね、もちろん根底にあるんですけど、でもやっぱなんかそうですね、そういい内容、自分がやってきたことを盤に出したいって思いつつも、やっぱそのほら配信とかで喋りながらとか緊張したりとか、あとはその配信してるとね、そういうどうしても動画の、まあその編集する時間だったりとか、やっぱその時間、勉強する時間っていうのがやっぱ前よりもちょっと圧倒的に減っちゃった部分があって。あ、そうなんですね。で、やっぱそこですごい今ジレンマっていうのは正直感じたりしてる。うん。もう藤田さんのチャンネル見るときは、温かい言葉、それが大事ですよ。うん、そうよね。本当に皆さんね、いやもうスパチャと共にね。そうなんですよ。いやいやいや、もうありがとうございます。あの、裏でどんだけ頑張ってるかってことを今日分かったから。いやいやいや、もう、いやでもまだまだだと思います。でもやっぱ盤に出ないうちは多分まだ努力が足りないんだなって自分ではすごく、ひょえ、志が高いわ。背筋を伸ばそう、いやいやいや丸くなった背筋をね。いやでもほんとポンコツ、ほんとね、もうポンコツなんですよマジ内容が。
なんかもうポカするし、ただするし、ポカするし、なんかあーみたいな、悔しいみたいな。でもね、すごい楽しそうにやってるっていうのは分かりましたね。ほんとそれ。キラキラと。輝いてんね、将棋女子ってね。語っていただいてね、うん。ありがとうございます。じゃあ、どうします?次は、あ、じゃあそっか、詰将棋。うん。じゃあ、答えを、ゲストの藤田さんに、お願いしちゃいます。ちょっと難しいですよ。長いですよ。大丈夫ですか?答えの方。お願いします。はい。はい、お願いします。初手三一角。これがね、将棋王初段よ。いや。で、あ、そうです。一一玉。あ、そうですね。一一玉に、で、香車だから、まっすぐ一二。あ、一二香。はい。一二香。単打の香っていう手筋ですね。取るよりないです。で、同玉に、角が効いてる、一三まで効いてるから、三二竜。これ、合駒しても取られちゃいますからね。逃げます。で、二二角成。おー、お見事。やった。素晴らしいですね。いや、初手がでも3一角しかないなっていうのが分かりやすかったので、うんうん、もうね、見えてますね。分かりやすかったそうです。はい、7手詰めが秒でした。はい。これです。これはでも割と分かりやすい。なんかでも、難しいやつだとでも3手詰めの難しいやつとかたまに解けなかったりするから。ね、そうそう、うん。手数じゃないですからね、うん、詰め将棋って。うん。じゃあ今週のお題なんですけども、はい、はい、あなたが食べたい将棋飯ということで、まあ勝負飯ですね。勝負飯ね。はい。勝負飯っていうことは将棋以外も関係します。はい、例えば僕だったら、うん、その告白する前とか、プロポーズする前とか、テスト前とか、そういうのもありですか？ありです。前回の動画でプロポーズ前は一緒にいたから食べてないっていう話でしたよね。だからこっちとしてはさ、はい、そちら知らないけど、うん、こちらとしてはこれからプロポーズするんだって気持ちで食べてるから全然違うんですよ、心構えが。なるほど。そうなんです、はい、勝負、一大勝負じゃないですか、人生のかかりました。では藤田さんの勝負ですよ、ぜひ。そうですよ、我々のプロポーズとかじゃないんですよ。どうでもいい。藤田さんですよ。ずっと聞いてたいです。藤田さんが、うん、例えば大会に出る前とか、何かね、そういう大事な時の勝負飯を聞かせてください、うん、そうですね、正直な話をすると、あの大会の前とかすごい緊張しちゃって、うん、もうなんか胃が痛くなっちゃうぐらいのタイプなんで、 あのなんかね、物がなんかすごい重たいものがちょっと入りづらいっていうのがあるんですよ。わかります。でも何か入れないといけないからっていうので、うん、例えばそのおにぎりだったりとか、なんか片手で食べれるものなんかとか、あとはお菓子、もう糖分をもうすぐに補給できるチョコレートとかが結構、そのガチ、本当の勝負飯ってなると、なんかそういうすぐに気軽に食べれるものっていうのはちょっとあるかもしれないです。いや、そういう方結構いますね、うん、あ、でも本当なんかもう、はい、気持ちが悪くなってくる、もう、うん、なんかもうチームメイトの子とかにも、いや、もうやばいよ顔色みたいな。もうなんか心配されちゃうぐらい、結構なんかもう緊張で吐きそうになっちゃうぐらい。対局中のお昼全く食べないという方もいるんですよ、うん、結構2割ぐらいいるんじゃないですかね。 1,2 割います。うん、でもなんか何も入れないと多分頭が働かなくなるから、うん、なんか何かなんかその、うん、機械的に入れなきゃっていうのはあったりしますけど、ただあのこの間なんかその、その生配信でその将棋のあの刺す時とかには、なんか事前なんかこの間もね、あのやってらっしゃいましたけど、うちの母がオムライスを作ってくれて、あのえね、我々ユメピーさんもこの間作って、そう、あの作ってらっしゃって、すごいシンクロした。お母様がオムライス作ってくれたんですか？あ、そうなの。なんかもう忙しくてバタバタしてたら、なんかオムライス作ってあげるっつって、そのパソコンガチャガチャやってる時に母がオムライスを持ってきてくれて、最高。でそれ食べたら、その日すごいね、ちょっと勝ってたんですよね。ただ3勝2敗ぐらいで、すごい。オムライスいいのかもね、なんかわかんないけど、パッと食べられるしね、うん、あ、そうそうです、そうです。だからあのヨエピーさんもこの間作ってらっしゃったんで、そうか、美味しそうだなって、まあ、子供のリクエストだったんですけど、そりゃありだなと思って、うん、だ、一品料理がすごくいいなって思います、ご飯物の。え、じゃあ、はい、逆にヨエピーさんは何なんですか？え、勝負、うん、勝負飯、勝負も何もな、勝負がな、無理やりにでも作ってください、勝負飯。
意外に納豆ご飯とかですかね。ああ、いいですね、納豆ご飯。はい、うん、そう、そうなんですね。大根おろしと納豆と海苔。はい、意外です。ババババッと。うん、はい、ババババッとね、食べれるやつが。そうですね、ババッと食べて、ダンサー行くぞって感じ。意外でした。シンプルです。うん、シンプルでした。はい。愛しんの勝負飯は、じゃあ。カレーライスですね。あ、そうなの？はい。やっぱり対局日前日にカレーライスが出てくると、なんかテンション上がるんですよね。え、そうだった。はい、でもなんか男性ってすごいカレーライスすごい好きですよね。好きですね。好きですよね。食べ過ぎちゃうからやめた方がいいのかと思って。食べないものは焼肉とお寿司ですね、前日は。ああ、そうですね、うん。間違いない。カレーライスいいですね。あ、食べたいんだ。うん、前日だってあの森内先生も、うん、カレーライスよく食べてましたよ、タイトル戦で。うん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 。やっぱ食から学んでいかないと、真似していかないと、我々も。じゃあ当日食べる。そっか。当日も食べます。カレーライスも食べます。細島屋さんのカレーライス食べます。まあ、割と何でも食べるぞって感じです。うん、ただ生ものは食べません。あ、そうですね。うん、刺身系は、うん。お腹に来る可能性があるものを避けているということです。うん、そうですね。じゃあ視聴者さんの勝負飯を。あのね、やっぱりうな重食べてみたい。ひふみんのね。うな重ね、はい、うん。あとはね。うん。まとめとけよってね、すいません。バナナを食べたい。あ、バナナね、うん、やはりね。やっぱりね、はい、バナナを常に補給しておきたいっていうね、はい、方もいます。永瀬先生もバナナね、はい、食べてます。そうですね。永瀬さん、やっぱうな重多いですね。うな重派の方ね。あと味噌煮込みうどんとかもいるかな。あ、うん、あ、いいですね。お腹に優しい系で。うん、藤井聡太さんがね、デビューしたての頃、はい、ミロクアンの味噌煮込みうどんをよく食べてたんですよ。あ、そうだそうだ、うん、そうそう、ありましたね。そういう方もいますね。そんなところかな。意外にシンプルなコーナーでした。じゃあオチがつかないところでこの辺で。でもあの食べ物の話でちょっと思い出したのが、はい、お願いします。それだけなんかすごくスタミナがなんか多いものを食べるとね、なんか結構カロリーとか普通気にするんですけど、なんか将棋始めてからどんなにご飯食べても全然太らなくなって、あの将棋私初めて今2年半なんですけど、はい、私将棋始める前よりも今体重8キロぐらい落ちたんですよ。今日一番の衝撃かもしれない。ちょっとそうそう、ちょっとたまに自分の動画でも話すんですけど、本当に痩せて、だから最初の頃とかね、2018年とか顔まん丸なんですよ。すごいね。量は変わってないですか、食べる量は。むしろ増えましたね。消費、うん、なんかもうなんか配信の日とかはなんか3日連続なんか牛丼の日とかもあって、まあ時間がないですからね、うん、そのゆっくり食べてる、まあ、時間もないし、うん、しかも栄養も偏っちゃってるし、これ太るなーとか思いながら食べて、久しぶりになんか体重計乗ったら、あれめっちゃ痩せてるみたいな。大丈夫なんですか、本業に影響出ないですか、その女優業に影響出ないんですかそれ。別人来ちゃったみたいな。なんだろう、体型めちゃくちゃさ、やっぱ見た目の仕事だから気にしてた時期もすごいあったんですけど、はあ、で痩せなきゃと思ってほら体重セーブして、体重というかご飯セーブしたりとかしてた時期もあったんですけど、実際その時の方が全然痩せなくて、うん、で将棋趣味で始めて、その勉強とかわーってやって、まあ配信とかも始めてってなったら、なんかもう会うたびになんかその友達とかに、え、痩せたねみたいな、めっちゃすごく言われるようになって、すごいこうエネルギーめっちゃ使ってるね。あ、そうそうそう、うん、なんか将棋ダイエットでちょっと女性ちょっと食いつかないかな。本当にやったらね減るけど、それでじゃあ痩せるんだってって言って食べて、座っててずっと全然痩せないみたいなね。でも初めて来ました、あの将棋ウォーズやって痩せたって人。本当ですか。これだけやって太ってますからね。いい感じに。なんだろう、でもこれ私のエピソードだけじゃなくて、去年のその団体戦であの一緒にチームメイトで出た女の子がいたんですけど、はい、なんかちょっとお揃いの服を着ようって言って、なんかデニム系の生地をみんなでお揃いで合わせたんですよ、うん、でその中の一人の女の子がなんかちょっとなんかちょっときつめのデニムのなんかそのスカートみたいなのをなんか履いてきて、うん、でちょっとチャック上がんないみたいな、全部上がんないっていうので、ちょっと最初ネタにしてたんですけど、3曲がっつりその大会のあの将棋を指した後に、そうだろそうだろ、もう全部もうデニムのスカートがゆるゆるになってて、ひえなんかもうチャックも上がってるし、もうえっみたいな。あまりの衝撃にむせてしまった今。それ都市伝説じゃないんですね。なんか聞いたことあるけど、羽生さんのお話とかで。あ、そうそう、だから私も事前にそういう話は聞いてて、本当にそんなにね、いつの1回のタイトル戦で 2,3 キロも落ちるのかなって思ってたんですけど、実際半日でその子がもう
スカスカになってたんで信じられませんね。自分でさ体感したことないからさ。あ、ないですか、やっぱ痩せたっていうのは。ないですね。あの僕ライブをね、その藤田さんと同じように5時間やってる時もあるんですよ。その後ねバクバクいっちゃうんですよね。あ、でも行きます行きます、私もバクバクいきます。なんかねプラマイゼロどころかプラスになりますから。最近太ったって言われるんだよね。ヨメピーさんが言ってるでしょそれは。え、いや、ご実家の方とか。ダメよ、たまに会う人に言われたら本当終わり、それは。あー、まあ、確かに確かに、うん、そういう人もいるよ。お願いします、あの人によるにしといてください。そうですね。そう、人による。たまたまじゃあそういうね一例があったよっていう、すごい、うん、健康的に痩せられるならいいです。でも頭使うんだろうなっていうのがすごく、うん、すごいですね、うん、痩せたい女子は醤油やった方がいいのかもしれない。真剣にやると痩せると、うん、いうことです。実際なんかそう、私のその行きつけの美容院のお姉さんが、あの女性の、あのお母さん、30代のお母さんなんですけど、はい、あの私が将棋で痩せたって言ったら実際本当に始めてくれて、お子さんと一緒に将棋のなんか写真が送られてきて、すごい、あ、頭使うからこれ痩せそうですねって、なんかちょっと普及に成功しました。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。いやいやいや、やっぱダイエットは、ね、女性はやっぱね、はい、永遠のテーマですから。うん、じゃあ夢がある。夢あるわ。夢あるね。8キロか。はい。とんでもないわ。はい。8キロはね。すごいですね。うん。次週のお題決めてなかった。うん。そうですね。なんかサス症あるあるみたいな。サス症見る症あるあるみたいなの。なんかないっすかね。まあ、それでもいいけどね。そういうテーマ。あ、そうだね。あなたのサス症あるある。うん、私はサス症なんですが、あるあるみたいな。サス症、あ、そう、サス症あるあるはね、あ、なんかでも棋譜を、まあさっきも話したんですけど、棋譜並べがすごく好きで、あの棋譜を並べて例えばすごい名詞が出たりとか、なんかすごくかっこいい手が出たりすると、なんかその瞬間だけその先生がすごく好きになる。かっこいいみたいな、やばい、惚れそうピンポイントで惚れちゃう。大丈夫ですかこれ、気持ち悪いですよね。いやいや、これね、将棋の腕を磨けばチャンスあるってことは分かりましたから、今ので。あ、みんなが、うん、分かりました。はい、では来週のお題を改めて、あなたのサス症あるあるを教えてくださいですね。見る症もありです。あ、見る症も、はい、はい、サス症あるある、見る症あるあるでお願いします。妙手が出ると惚れちゃう、うん、というあれだったそうです。ということでね、はい、とにかく腕を磨くこと、はい、刀を研ぐことが大事ってことがありました。はい、そのようですね。今後のなんか抱負みたいなのがあったら一言いただいて。そうですね、はい、あ、そうですね、と一応 YouTube はね、今今年、まあ、さらにちょっともうちょっと見る人増やして、まあ、将棋に興味持ってくれる人が増えればいいなっていうので、うん、まあ、もっと、うん、見てくれる人が増えればいいなっていうのはちょっと1年の目標にはしていて、うん、で、あとはそう、自分が今ちょっと将棋王子やっと初段になれたので、うん、あの来年、普及指導員の資格が2段から取れるっていう。あ、はい、将棋王子2段から取れるんですか。女性はね、2段から取れるらしいんです。そうなんですね。そう、男性は3段ですよ、確か。そう、で、それで、まあ、あと1年ちょっと勉強頑張って、で、来年、毎年なんか4月にその、指導員の試験があるらしいので、はい、その試験に向けてちょっと1年間その普及指導になるために勉強頑張ろうかなっていう目標は。すごい。でそれで自分が指導員になればちょっとやっぱ説得力もつくし、なんかそれでもっとなんだろうね、将棋の楽しさとか、うん、魅力とか伝えられればいいなっていうのはすごく思ったりしてます。藤田さんが普及指導員になってくれたらね、うん、こちらも嬉しいです ね、 ね、本当に本当ですか、ね、嬉しいです、そう言っていただいて。本日ありがとうございました。ありがとうございました、はい、本日のゲスト藤田葵さんでした。藤田さんチャンネルもね、はい、要チェックや。ありがとうございます。説明欄の方にリンクがあります、はい、リンク貼っておきますんでぜひ見てみてください。じゃあまた見てください。ありがとうございました。チャンネル登録して次の動画もチェック。